ジャハーン・ダール・シャーは、北、インド、ムガル帝国の、第8代君主。第7代君主バハドゥル・シャー一世の長男。母は、ニザーム・バイ。父の死後、3人の弟、アズイ・ムシャーン、ラフィ・ウシャーン、ジャハーン・シャーを討ち、定位を継承した。しかし、その実験は、定位獲得に活躍した功労者ズルフィカール・ハーンに、握られており、 ジャハン,アンダールシャーは彼を追い落とそうともした。そのため、1713年に、アズイムーシャーンの巫女、ファルフシアルに敗れて殺害された。1661年5月9日、ジャハン,アンダールシャーは、ムガル帝国の皇帝バハードルシャーの長男として、デカン地方で生まれた。1712年2月27日、バハードルシャー一世の死後、 息子であるジャハーンダール・シャーと三人の弟、アズイム・ウッシャーン、ラフィー・ウッシャーン、ジャハーン・シャーたちの間で定位をめぐり次ぎの行為、継承戦争が始まった。最有力者は、ベンガル大使のアズイーム・ウッシャーンであった。祖父・アウラングゼイブに、ベンガルに派遣されて以来、ムルシド・クリー・ハーンの補佐を受け、財源も豊かで、ベンガルに強力な軍隊を持っていた。しかし、 数ヶ月にわたる皇位継承戦争が終わると、他の三人を抹殺して定位についていたのは、長男ジャハンダール・シャーだった。ズルフィカール・ハーンはなこそあまり知られていないものの、後期ムガル帝国における、有能な真の一人だった。砲塔者で最も出来が悪かったジャハンダール・シャーが、勝ち残れた理由は、当時最も有力だった貴族ズルフィカール・ハーンの、支援を受けたからだった。 そのため、ジャハンダール・シャーの知性は、最小であり、財務大臣のズルフィカール・ハーンがその実権を握っていた。ズルフィカール・ハーンは、敗者の側についた、多数の貴族を財産没収にするかあるいは処刑した。ものの、宮廷での自身の立場を確保し、帝国のために奔走した。ラージ・プートとの間では、マール・ワールを、アジート・シングを、グジャラート大主に、 アンベール王、ジャイシング二世は、マール・アーア大主に任命した。マラータとの間では、1711年に、ズルフィカール・ハーンが結んだ私的な取り決めを、代理人ダーウード・ハーン・パンニーに再確認させた。アーグラフキンのバラトップルによったジャートのチューラーマン、ブンデール・カンドの領主、チャトラサールを懐従した。しかし、1708年以降から対立していた。 パンジャーブの宿教徒とは交わせず、引き続き反乱を鎮圧しようとした。また、ツルフィカール・ハーンは、先代バハードル・シャー一世によって、ジャーギールが膨張していたことを見て、それを抑えることで、財政改革を図った。軍政面では、貴族や軍人に与えた、マンサブ通りに兵員を維持させ、軍隊を維持しようとした。ただ、ツルフィカール・ハーンは、 税収の確保のために、イジャーラーと呼ばれる徴税受け負い制度を設けたことは、一つの過ちだった。この制度は、アクバル時代の財務大臣東ルマルがかつて言ったように、一定の地層を徴収する代わりに、その一定額を納める契約をザミーンダールらと結ぶものであった。ツルフィカール・ハーンはこの制度で、 ザミーンダールラに絞れるだけ絞ることを許したため、農民たちはさらに搾取され、より一層の苦しみを与えることとなった。ラール・クンワール・ズルフィカール・ハーンが、精力的に活動する反面、バカで無能な皇帝ジャハーンダール・シャーは、怠惰な生活を送っていた。彼は、ズルフィカール・ハーンに、全幅の信頼など持たず、嫉妬深い貴族たちもまた、陰で同様に反抗していた。 そういった貴族らは、ズルフィカール・ハーンが野心を抱いており、彼が提権を脅かすなどと残言を言い、ジャハーンダール・シャーはそれらに恐怖するありさまだった。臆病なジャハーンダール・シャーは、強大な最小ズルフィカール・ハーンを解任することは、しなかったが、ついにはその追い落としを考え、密かに陰謀を巡らすほどだった。また、ジャハーンダール・シャーは、長年連れ添ってきた。 銀遊学士の娘ラール君はあるという女を聖秘とし、その一族を徴用した。聖秘の座に平民身分の女をつけたことで、ジャハンダールシャーは、味方の貴族たちも憤慨させ、彼から多くの貴族を離反させた。こうした状況を、ベンガルに残された亡きアズイムーシャーンの維持、ファルフシアルは見逃さず、彼は、ベンガルのパトナで定位を宣言した。 ハルフシアルは、ジャハンダール・シャーの軍と戦うため、ベンガルにおいて、軍を招集し始めたが、彼は、サイード兄弟と呼ばれる二人と手を結ぶことにし、三者、同盟軍は、デリーへ進撃した。ジャハンダール・シャーは、ズルフィカール・ハーンと共に軍を集め、翌年1月10日に三者連合軍とアーグラ付近で、退治した。この退治について、ハーフィー・ハーンはその状況を、 自身の伝記で、人々は、ファルフシアルとジャハーンダールシャそれぞれの軍勢を見比べて、後者の勝利を予想した。だが、皇帝が、育ちの悪い女を、えっこひいきして、そやな連中とつるむのを好み、生まれのいやしい名もない者たちを徴用したことに、貴族は愛想を尽かしていた。階級の皇帝を問わず、あらゆる軍人は、ファルフシアルの勝利に希望を見いだした述べている。 事実、皇帝軍は、士気が衰えており、分裂状態であり、1日で三者連合軍に、簡単に打ち破られ、翌11日に、ファルフシアルが、ムガル皇帝に即位することとなった。ジャハアンダールシャーは捕らえられた後、遊兵され、2月11日に、ファルフシアルの命により考察された。その死体は、デリー城の城門に放置され、腐敗するままに任せられたという。 一方、ツルフィカール・ハーンはファルフシアルへの侵入を交うたが、彼の支援したジャハーン・ダール・シャーがその父、アズ・イム・ウシャーンを殺していたため許されず、同11日に彼も処刑された。性質計6名。即室なし。計4人。計3人。ABCDFGHIJKLMNOPQ e ロビンソン、ムガル皇帝歴代史。 P249ABCD チャンドラ近代インドの歴史 p 7ハット a b c d f g デリー 10AB ロビンソンムガル皇帝歴代史 P248 チャンドラ近代インドの歴史 p 5ハット ABCDEFGHIJKLM チャンドラ近代インドの歴史 P6 ありがとうございます